三品和弘は経営学者。神戸大学,大学大学院経営学研究科教授、日礼取締役、富士声優グループ本社取締役、ハーバード大学博士。ハーバード大学ビジネススクールプライズ賞、エコノミスト賞、組織学会高宮賞、日経ブープビーズテックと書賞受賞。愛知県出身。1982年一橋大学小学部、卒業。 1984年、一橋大学大学院小学研究科修士、家庭修了。1989年ハーバード、大学分離、大学院ビジネスエコノミックス専攻博士、家庭修了、PhD。1989年ハーバード大学ハーバード、ビジネススクール助教授。1995年、北陸先端科学技術大学院。 大学先端科学技術調査センター助教授、1997年、北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授、2002年神戸大学大学院経営学研究科助教授、2004年神戸大学大学院経営学研究科教授。この間、2012年から、株式会社、日例取締役、2013年から、 富士製油株式会社取締役2015年から富士製油グループ本社株式会社取締役1988年ハーバード大学ビジネススクールプライズ賞受賞2005年著書戦略不全の論理によりエコノミスト賞組織学会高宮賞日経ブープビーズテックと書賞受賞ありがとうございます